こんにちは、毎日ご飯のお母さんです。今日は簡単で美味しい、節約にもなる油揚げで作るお惣菜2品をご紹介します。1つ目は油揚げの卵巾着を作ります。まず最初につゆの用意をします。お水ですね。それからめんつゆ、お砂糖ですね。今日お砂糖グラニュー糖を使ってるんですけれども、普通の白砂糖でも三温糖などでも何でも大丈夫です。お酒ですね。そしてみりん。材料が全部入ったら火にかけて沸かします。中火にかけます。砂糖が煮溶けるようにかき混ぜながら加熱していきます。沸騰するまでこのまま加熱し続けます。沸騰してきたので火を止めます。次に油揚げの下処理をします。油揚げは揚げた状態で袋に入って売っているので、余分な油がついているんですね。その油を落としていきます。蛇口から出るお湯で十分です。熱湯を沸かしたりする必要はありません。こんな感じで軽く揉みながら、何回かこの水道から出るお湯で洗い流します。こんな感じですね。余分な油がだいたい取れたので軽く絞ります。手に挟んであげてこんな感じで絞っていきます。油揚げを半分に切ります。こんな感じですね。で、半分に切ったら広げていきます。破けないように気をつけて優しく広げてあげてくださいね。広げた油揚げの中に卵を入れていきます。私は巾着を作るときにスパゲティを使います。巾着を閉じるのに爪楊枝だとちょっと危険だったりすることがあるんですね。ですので私はスパゲティを使うようにしています。でスパゲティはどんなものでもいいんですけど、長いのでだいたいこれぐらいですね。本当に爪楊枝と同じぐらいの大きさに切って閉じるのに使っていきます。それでは卵を巾着の中に入れます。ただ直接入れると入れづらかったりするので、一回このような形で別の入れ物に卵を割って、それから入れるようにします。で巾着の、油揚げの部分はよく広げて、こういうような形でちっちゃい入れ物に広げると安定が良くて入れやすくなるので、このようにします。はい、で上手に入ったらですね、折って、そこを先ほど用意したスパゲティで縫うような感じですね。力出して、わかりますかね、こんな感じになるように閉じます。はい、ではこれで巾着の準備ができました。
先ほど作ったつゆを再度火にかけて沸騰させています。沸騰したら一回火を止めます。でそこに作った巾着を入れていきます。やけどに注意して入れてくださいね。こんな感じで入りました。全部入ったらまた中火にかけます。中火にかけるとすぐにこうやって沸騰してきます。沸騰したらこのような形でタレをかけながら5分間煮ていきます。この油揚げの卵巾着の味付けなんですけれども、油揚げの甘さ加減がちょうどお稲荷さんを作る時の油揚げの甘さと同じような味付けになるようにと思って作ってあります。まあ、ちょっとそれより味が濃いめかなっていうぐらいですね。で中に入っている卵に味がないのでそれぐらいにしておかずとしてはちょうどいいと思います。はい、時間になったのでちょうどよく煮えたようなので火を止めます。煮えた卵は一旦取り出しますね。とこんな感じで出来上がっています。で出来上がった後の煮汁なんですけれども、この煮汁を使って私は付け合わせにニラをさっと煮て作ろうと思います。とこんな感じでいつも切って用意してあるニラなんですけれども、これをそのまま鍋に入れて火にかけます。だいたいそうですね、一つかみ分ぐらいでいいと思います。では火にかけます。こんな感じで中火でしんなりするまで火が通ればこれで大丈夫ですね。これでいいと思います。でこれで付け合わせのニラも出来上がりました。では2品目は油揚げと小松菜の煮浸しを作ります。油揚げは先ほどと同じように油抜きをしてあります。こちらは小松菜なんですけれども、私は小松菜を買ってくるときれいに洗ってすぐにこの5センチ程度に切ってジップロックに入れた状態で冷蔵庫に保存しているので、この小松菜を使っていこうと思います。最初に油揚げを切ります。油揚げは食感がよく出るように私は三角形に切ります。最初にこんな感じで半分に切って、それを大きな三角形ですね。でさらにそれをもう一つ切ります。で全体でこれぐらいの大きさになるように切っていきます。はい、これで油揚げの準備ができました。では次に小松菜を炒めます。最初にごま油をフライパンに敷きますね。普通に炒め物をするぐらいの量でいいです。で火にかけたらしっかりフライパンと油が温まるまで待ちます。フライパンと油がよく温まったので小松菜を入れて炒めます。と小松菜はこれで1羽分ですね。小松菜にだいたい油が回ってしんなりしてきたら一度火を止めて調味料を入れていきます。お水、塩、酒、みりん、全部の調味料が入ったので再度加熱します。で中火にかけたらここに油揚げも入れていきます。で煮汁に絡めながら油揚げと小松菜を一緒に炒めていきます。
こんな感じで油揚げがふっくらして全体に味が染み渡ったら出来上がりです。最後に風味付けにいりごまをかけます。これで出来上がりです。はい、今日はこのように油揚げを使ったお惣菜2品を作りました。ちょっと食べてみますね。最初にこの巾着の方ですね、取れちゃった巾着の方を食べてみます。とっても美味しいです。甘じょっぱい油揚げの味は濃いめなんですけど、中の卵と一緒に食べることでちょうどいい風味になっていて、とっても美味しいです。で、一緒に煮たニラの方も食べてみますね。よくニラ玉ってあると思うんですけど、やっぱりこの甘じょっぱい味とニラの味がとっても合ってるんですね。で、これも美味しいです。で、次にこちらの油揚げと小松菜の煮浸しを食べてみますね。で、今日は風味が良くなるようにと思って、ごま油で炒めています。ごま油のほんのりした風味と塩味だけでつけているんですね、味を。その塩味がとってもマッチして美味しいですね。で、醤油が入ってないことでくどさがないんですね。で、油揚げと小松菜の味がとっても引き立って美味しいです。で、おかずにもお弁当にもいいと思いますね。今日作ったこの2品なんですけれども、冷蔵庫保存でだいたい 2,3 日は持ちますね。副菜にもちょうどいいので、ぜひ簡単なので作ってみてくださいね。食べてみよう。びっくりするぐらい美味しいよ。めっちゃ美味しい。もうめっちゃ美味しい。本当に美味しいわ。ね、私もこれもう一個だけもらおう。